ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、残念すぎるモノレールたちをまとめてみたよ。親会社や情勢に振り回されて、悲惨な末路をたどったものもあるぜ。モノレールってたまに乗るけど、そんな路線もあったのね。それじゃあ一緒に見ていきましょう。そのモノレールとは、神奈川県にあったんだ。JR 東海道本線の大船駅が起点だった。田舎のモノレールじゃないのね。大船って横浜に近い大きな町よね。そうだね。東海道本線の他に横須賀線も通っていて、今でも多くの人が住んでいるよ。今回話題の運休された路線の名前は、ドリーム開発ドリームランド線だ。この路線開業は、昭和41年5月2日、そして昭和42年9月24日に運行停止したんだ。本当に短い期間だね。運行期間としては1年と4ヶ月ちょっとだな。街中のモノレールなのにすぐに運行停止って一体何があったの？どんな理由だったのか気になるだろ？これからその理由を解説していくぜ。ドリームランド線開業当時のドリーム交通は日本ドリーム観光が作った会社で、日本ドリーム観光はエンターテイメント関係の総合観光企業なんだ。昭和の工業士こと松尾邦蔵が経営していてレジャー関係の企業だったんだ。そういえば線路名にもあったドリームランドって何なの？横浜市と近くにあった遊園地だよ。当時は日本最大の遊園地と称されたのさ。話はそれるけど、奈良ドリームランドという遊園地もあったから、関西に住んでいる人なら奈良の方は知っているかもしれないな。ドリームランドっていう遊園地があったんだね。じゃあドリームランド線は遊園地に行くために作られたの？その通り、大船駅から離れていた遊園地への乗客輸送として開業したんだ。今で言えば舞浜から出ているディズニーリゾートラインみたいなものさ。1年ちょっとでドリームランド線が運行終了したってことは、ドリームランドは1年半で潰れてしまったの？いやいやそんなことはないよ。遊園地は多くの人で賑わっていたんだ。じゃあなんでドリームランド線は1年半で休止になったの？その理由をこれから深掘りしていくぜ。よろしく。休止の理由を説明する前に、まずはこのモノレールの構造がポイントなんだ。モノレールの構造は、懸垂式と小座式の主に2つに分かれる。懸垂式は車体を吊るようにレールがあり、車両がぶら下がっているもの。昔上野動物園にあったようなモノレールね。広島市のスカイレールもその一つかな。そうそう、よく知っているな。採用数が多いのは小座式だよ。車両の下にレールがあり、またがっている感じなんだ。沖縄のゆいレールや大阪モノレールなどでこっちの方式はよく見るよな。ドリームランド線はどっちだったの？小座式だったんだ。このモノレールを作ったのは東京芝浦電機、今の東芝だね。この会社が東芝小座式という方式で製造したモノレールを採用したんだ。東芝小座式って何？さっき説明した小座式で、さらに東芝独自の改良が入っている。車両とのつなぎ目に連接台車を入れて、乗り心地とカーブの曲がりを良くした。さらに自動ステアリングも入っていたので、安定した走行ができる特徴があったんだ。特殊な方式なの？いや、もともとはスウェーデンで生まれたアルウェーブ式という形式を、日本版にしたものなので、特殊なものでもないよ。現在でも東京モノレールで採用されているんだ。そうなんだね。てっきりこの方式に欠陥があって、休止に追い込まれたと思ったよ。実はこの方式のモノレールは、先に開業した奈良ドリームランドでも使われていたんだ。発注したドリーム開発もすでに使われている方式だから、安心して採用したんだ。じゃあやっぱり他の問題があったんだよね？実はポイントの二つ目は線路の環境なんだ。線路の環境ってどういうことなの？大船一帯は、丘陵地で駅のある場所は川もある一番低い位置なんだ。目的のドリームランドまでは起伏のある土地を走行しなければいけないんだよ。トンネルを掘ればよかったんじゃない？もちろんそうしたかったんだが、トンネルを掘るには莫大なお金がかかるよな。ドリーム交通側もできるだけ建設コストは削減したかったと思う。さらにモノレールを建設する際に、用地の取得で揉めたんだ。かなり強引な方法で農地を買い取ったみたいで、農地として保護されるべき場所も取得したんだ。それって行政も巻き込んだのかな？実際に鎌倉市の農業委員会から農地法違反が指摘され、工事の中止勧告が出ている。他にも急なルート変更が行われて、建設着工直前までゴタゴタしていたんだ。これも運休の要因になるから覚えといてな。メモメモ。ルート変更で良い線路になったんじゃないの？それが逆なんだよ。ルート変更は、建設費の抑制と工事スピードのアップが目的だったから、車両への負担は後回しになったんだ。その象徴が 100% ミルという急勾配なんだ。100% ミル、そんなのありえなくない？パーミルは1000メートル走って100メートル登る計算だ。一般的な登り勾配ではありえない数値だ。そんな急勾配認可されるの？
当時国鉄の最急勾配は、信越本線横川から軽井沢間の 66.7 パーミル。急勾配で有名な箱根登山鉄道でも、最急勾配は80パーミルだから、通常の鉄道ではありえない勾配だった。現在でも日本の鉄道最急勾配は90パーミルなんだよ。しかもその一番急な鉄道は、ラックレールという金属の歯車をレールと噛み合わせて登るんだ。6パーミルってそれよりも急なんじゃ。だけど実は広島のスカイレールは263パーミルだから、モノレールなら不可能な数字ではないんだ。263パーミルは圧倒的すぎるね。じゃあドリームランド線はどうして休止にしてしまったの？急勾配を登ることができなくて休止になったの？近いけどちょっと違うんだな。下りでスピードが出すぎてパンクした？惜しい、ちょっと違うけど目の付けどころは悪くないぜ。実はトラブルは開業して半年ぐらいから発生し始めたんだ。半年って、早すぎるわよ。さらに開業して1年が過ぎた頃、モノレールのタイヤがパンクバーストする事案が頻発したんだ。もちろんタイヤはきちんと整備されたものを使った。でもゴム製のタイヤがパンクしてしまったんだ。さらに次は車軸が折れるというあってはいけない故障まで起きたんだ。軸が折れると車体ごとひっくり返ってしまうわ。危ない危ない。視聴者さんもこの時点でかなり危険な状況の鉄道と気づいたんじゃないか？ある外国製のよく壊れる製品じゃなくて、日本の一流メーカーが製造したものだし、当然これだけトラブルが続くのはおかしいと判断され、行政の調査が入ったんだ。当時の運輸省が重要な問題として、ドリーム交通に調査するよう求めたんだ。さすがに行政も動き出すよね。これでは安全な運行ができないもんね。会社としても多額の建設費をかけた事業で、しかも多くの乗客を輸送しているからな。会社もせっかく作ったのに、簡単に壊れたら困るもんね。じゃあ次はなんでこうなったのか原因を探っていこう。いろいろと調べた結果、故障の原因は重さだったんだ。重量オーバーということ？実は東芝小座敷では連接台車を使っている。これは軽量化できるという特徴があったんだ。連接台車って何なの？車両の間に車輪を持ってくる方法さ。通常一つの車両には前後の端に台車があるんだ。そうだね。でも連接台車の場合、2両をつなぐ間に台車がある。1両編成の電車では意味がないが、2両編成であれば全部で3つの台車で良い。3両編成の場合は4つ台車があれば良いんだ。この方式は江ノ島電鉄で今も使われているよ。この方法にはどんなメリットがあるの？台車の数が少ないので車両が軽くなる。車両が軽くなれば支える構造物も安くなるんだ。デメリットは車両の編成を変えにくいことだけど、3両固定編成だから問題なし。当初車両の設計段階では、3両編成で重量30トンの予定だったんだ。ん？予定という言葉が引っかかるわ。実際はどうだったの？実際は約46トンあった。重量オーバーについては東芝のせいというわけではないんだが、結果的に重量が重すぎて、支えるタイヤに負担がかかりパンクした。そりゃ重すぎれば耐えられないわね。なんでそんなに重量オーバーしたの？ここで関係するのがさっきの急勾配なんだ。勾配が急になればそれに対応したモーターがいるんだ。大型のモーターが必要なのかな？そう、急勾配を登るため大型のモーターを装備した。その結果車体が重くなってしまったのさ。一例だけど、さっき紹介した信越本線の急勾配では、EF63 という急勾配専用の機関車がいたんだ。専用の機関車があるんだね。一般の電車だけでは登れないから、それをサポートする機関車だな。強力なモーターとブレーキを積んでいるため、その車体重量は108トンもあった。しかもそれを2両繋いで運用していた。レールがぶっ壊れそうな重量だね。モノレールでも100パーミルを登ろうと思うとそれなりに強力なモーターが必要になる。さらに急勾配を登る車体はモーターの強化だけではダメなんだ。どういうことかな？重たいものを乗せると下の方に負荷がかかるよね。この負荷が大きくなるのがつなぎ目の部分、連結部分なんだ。勾配が急になったことで連接台車も強化したから重量が重たくなったのさ。対策が大変なんだね。これも急勾配では珍しいことではないよ。信越本線のケースでも対策してない車両は8両までの制限があったんだ。そのため特別な装備をした電車もあったんだ。勾配を登る設備を整えるのはお金がかかるんだ。ドリームランド線の車両は結果的に46トンの大幅重量オーバーの車両となってしまったんだ。車両をさらに強化すればよかったのではないの？その前にもう一つの問題が発見されたんだ。開業から1年後、土台部分にひび割れなどが見つかったのさ。1年間重たい車両を走らせた影響で、軌道にも影響が出ていることが判明したんだ。軌道を作るときに車体重量が増えたことは把握していなかったの？実はそこに問題があったのさ。車両を製造したのは東芝だけど、線路の方は三井物産が受け負ったんだ。三井物産なんて大手企業じゃん。すぐに直してくれそうだけど、重量が変わったことが三井物産に伝わっていなかったんだ。
ここからは裁判の記録によるものだけど、三井物産は線路のルート変更は聞いていた。しかし、ルート変更に伴って、車体の重量が変更したのは聞いていないと主張したんだ。でも東芝側は伝えたと主張したんだよね。その通りなんだ。でも、ドリーム交通も急な変更をしたんだよね。そう、だから急な変更で連絡がうまくいっていなかったんだ。結果的に30トンの車両で計算し、線路を作ってしまった。そこに46トンの車両が走行したせいで、構造物にひび割れが発生したんだ。構造物にひび割れは致命的だよね。そう、耐震偽装問題でも大騒ぎになったように、土台の部分から作り直さないといけなくなる。なんとか軌道が受ける負荷を小さくして運行できなかったの？ドリーム交通もできたばかりで、止まってしまっても大赤字になるので、乗車定員を半数にする、運行本数を削減する、という対策をして運行継続はしたんだ。遊園地へのアクセスが悪くなるわけだし、当然乗客は怒るよね。そう、渋滞回避の目的だったものが、結局元の状態に戻ってしまったわけ。しかし、乗車人員を半減しても、乗客などのひび割れはどんどん増えたんだ。そして運行を続ければ大事故になる可能性が出た。こうなると運行できないよね。それでさらに乗車定員を減らして運行した。たださすがに、おかみから9月に運行停止命令が出たんだ。結局、昭和42年9月に運行停止になったんだ。短い命だったね、あれ？でも運行停止って言ったよね？うん、廃止とは言っていない。正確に言えば自主的に休止した状態になった。休止されたのは昭和42年だけど、廃止は平成15年と30年以上も後なんだ。廃止ならば施設の撤去などが始まるけれど、この線路は休止の状態だったので、施設もある程度残されていた。実はこの鉄道にはまだドラマがあるんだ。運行停止後、ドリーム交通と製造側の間で裁判になったんだ。1年半で莫大な費用をかけたものが使えなくなったんだから、当然そうなるよね。ドリーム交通は東芝と三井物産を訴えたんだ。ドリームランド線は裁判の証拠物件となるから、運転再開できなくなったんだ。完全に放置状態になったのね。そんなことはなく、関係者は再開を模索したみたい。事実昭和54年頃にテスト走行した記録がある。昭和56年には裁判も終わり、総額26億円の和解金も得ることができた。これで復活できるわね。そんな甘くはなかったんだ。運行停止から15年近くが経過していて、施設も設備も荒れ果てた状態になっていた。さらにドリーム交通の経営もヤバくなっていた。会社自体が傾いたの？そう、昭和57年に路線の経営権や事業免許別の子会社に移譲している。昭和60年頃からは修復の見込みのない設備の撤去、車両の解体が行われている。結果的にモノレールは再建されることなく終幕となったんだ。これで廃止されたというわけね。いや、廃止されたとはまだ一言も言ってないよ。ん？確かにまだドラマがあるの？もう一度確認するが、線路の正式な廃止は平成15年なんだよ。さっき紹介した設備を解体する際に、軌道や橋脚の大部分は残したままなんだ。途中にあった信号所、終点のドリームランド駅も、ある程度そのまま残していた。これって復活する可能性を考えてということだよね。その通りだよ。戸塚区は住宅地で鉄道需要のあるエリア、休止期間中も運転再開計画は何度もあったんだ。連絡するのも、東海道本線の大船駅だから、利用者としても使い勝手が良さそうだしね。遊園地のアクセス路線プラス、通勤通学需要を取り込めば、採算が合うと考えたんだ。そこで、急勾配に対応することができる他の方法が模索されたぞ。いくつかの復活案の中でも、平成7年に計画された、急斜面に強い、HSST 方式はかなり有力だったんだ。HSST 方式って何なの？浮上式鉄道の一種で、電磁石の力で車体を浮かしてしまう方法さ。なんかテレビで見たことあるかも、リニアって高速走行のイメージがあるけど。そうとは限らないよ、通勤路線でも採用されているんだ。愛知高速鉄道東部丘陵線がその例だよ、通称リニモで採用されているんだ。愛知県で万博があった時にできたやつね、浮かすなら構造物への影響が小さそうね。そうなんだ、浮かすことができれば軌道への負担は小さいと考えたんだ。駅も増やして、通勤通学客を取り込み、新しい活路を見出す予定だったんだ。建設予算として300億円を見込んでいた。しかし、後に巨額な費用がかかることが判明した。さらに沿線は急速な宅地化が進み、通勤時間帯以外で採算が取れない予想が出たんだ。採算が取れないと厳しいね。また、宅地化が進んだので騒音や振動に対する不安の声も出てきたし、リニアに対する不安もあった。電磁石が生活に悪影響を与えるなどのね。よくある反対運動だね。リニアの理解も薄そうな時代だったもんね。
会社側もリニアに対して詳しく知らなかった。そんなところも不信感につながったと思う。もう一つ大きな問題が発生した。肝心の親会社がヤバくなってしまったのさ。ドリーム交通の親会社はスーパーなどを運営する大英だったんだ。出た、昭和を代表する大企業、そして今は、の会社だね。野球の球団を持っていたことで知っている人もいると思うな。福岡ソフトバンクホークスの前身が大英ホークスだね。王監督が懐かしい。弱小球団だったよね。ここでは野球の話は関係ないね。実は大英はこの頃から経営危機になっていて、1998年には上場初の経営赤字になったんだ。建設資金を用意するどころか、数々の不良債権を処分しなければいけなくなった。その中で赤字を抱えていた横浜ドリームランドの閉園も決定したんだ。モノレールの建設目的そのものが消えたのね。そうなんだ。これで需要予測も大きく狂うことになった。経営が危なくなったので300億円の資金調達も絶望的な状態になり、2002年には正式に運行再開断念と路線の廃止を申請したんだ。それで廃止が2003年というわけなんだね。そういうこと。休止というのは再開を模索したドラマが裏にあったんだ。結果的に運行は1年半、休止期間が約35年の鉄道になってしまった。なんか悲しいね。特に車両は1年半の利用で解体されたのね。もし最初の計画段階で急勾配を避け、トンネルルートだったら違う運命だったかもな。実は大船駅からはもう一つ、モノレールの路線が出ているんだ。江ノ島に行くモノレールよね。1970年に開業した湘南モノレール、こちらは開業50年を超えたんだ。湘南モノレールは利用客の需要があり、長年使われているんだ。大船から南へ行く路線は残り、北へ行く路線は廃止されたわけだ。北と南で対照的な運命を辿ってしまったんだね。ドリームランド線も小田急の睦相日大前駅まで延伸する計画は当初あったんだ。ここまで繋がっていればまた違った運命になっていたと思う。現在廃止されたところはどうなっているの？順次解体されて宅地などになっている。遺構も見つけるのは大変になっているよ。鉄道を作るときには色々と下調べが大切だね。あと未来予測も大切ということを実感したわ。今後もこんな鉄道ができないことを祈るよ。東京モノレール株式会社は、東京モノレール羽田空港線の経営を主たる事業とする会社だ。東京モノレールと呼ぶことが一般的だけど、路線の正式名にはしっかり羽田空港が入っているんだね。羽田空港へのアクセスを目的として、1964年9月17日に開業した路線で、現在はモノレール浜松町駅から羽田空港第2ターミナル駅まで、17.8 キロの区間を結んでいるぞ。開業してから今年で59年になるんだね。同じく羽田空港へのアクセスを担う京浜急行電鉄の空港線と競争しながらも、順調に羽田空港を利用する旅客や空港で働く人たちを輸送し続けてきた。ところが2020年度に東京モノレールを大きな試練が襲うんだ。新型コロナウイルスの感染拡大だね。外出の自粛やインバウンド需要の消滅によって羽田空港を利用する人は大幅に減少した。当然東京モノレールの利用にも大きく影響したわけで、2020年度の東京モノレールの純利益は608億7300万円の赤字となったんだ。608万7300人のゆきちさんが1年で？これまでに積み上げてきた利益である利益剰余金も吹き飛んで、439億8900万円の赤字、つまり累積の利益がマイナスになったんだ。ってことは、これまでの累積の利益が170億円ぐらいの黒字だったのに、1年で609億円の赤字を叩き出して、大幅な累積赤字に転落したってこと？オーバーキルすぎでしょ。コロナのせいで609億円の赤字にもなるほど利用者が減っちゃったのね。そうなんだけど、ただし609億円という数字にはあまりにもインパクトがあるので、その赤字の中身がどういうものなのかは詳しく説明しておきたいんだ。赤字の中身？コロナのせいで赤字って霊夢がイメージしているのは、運賃による収入が減って、それがモノレールの運行にかかる経費やメンテナンスをする経費よりも少なくなったということだろう。それはまあそういうイメージだけど、運賃収入などの営業収益から経費などの営業費用を差し引いた数字は営業利益というんだ。その数字はどうなっているの？営業収益は59億1300万円、営業費用が127億5800万円、営業利益は68億4400万円の赤字となっているんだ。あれ？59億1300万から127億5800万を引いたら、マイナス68億4500万だよね。微妙に計算が合ってないような。だけど、決算広告にこう書かれているんだ。私のミスじゃないぞ。100万円分計算が合わないのは多分波数の処理が原因だろ。
とにかく、営業利益も赤字ではあるものの、609億円と比べれば桁一つ少ないわけね。残りのおよそ540億円はどういう赤字なの？その説明は後に回そう。そして営業赤字は最終的な赤字額の10分の1くらいではあるけど、これも苦しい数字であることには違いがないんだ。コロナ前の2019年度は営業収益が145億円、営業費用が132億円だったから、営業利益は13億円の黒字だったんだよ。13億円の黒字だったのに、運賃収入が6割も減って、68億円の赤字に転落か、本当にコロナで地獄を見たのね。だけど、2021年度の営業利益は17億3700万円の赤字だったものの、2022年度は6億900万円の黒字に転換しているぞ。着実に回復しているのね。2023年度はもっと利益を伸ばせそうだね。で、話が少し戻るけど、それなら2020年度の609億円もの赤字というのは何だったの？2020年度の決算ではおよそ540億円もの特別損失が計上されているんだ。その特別損失も含めた純利益が609億円の赤字だったということなんだぜ。その特別損失というのは何なの？それについては東京モノレールの親会社である JR 東日本の有価証券報告書で説明がされている。簡単に言えば、コロナと京急空港線の値下げのせいで東京モノレールの利用者が減っちゃった。だからもう東京モノレールが所有する設備には以前のような資産価値はないと認められるよ。そこで資産価値を計算し直して、下がった分を2020年度の損失に含めるよ、ということのようだ。その資産価値を下げられた分が特別損失なのね。てか、しれっと京急のせいにもされているのね。それでこれまでの利益が吹き飛ぶような赤字を叩き出したけれども、その一方で今後も2020年度のようなレベルの大赤字が繰り返される可能性は低いと考えられるわけだ。なるほどね。しかし、これまでの利益が吹き飛んだということは、会社の資産よりも負債の方が多い状態だ。この状態を解消するならば、現在負債が420億円超過しているところを年間仮20億円の営業利益で埋めていくとして、42年かかるということになるんだ。本当にコロナの影響がとんでもないわね。しかも東京モノレールの今後の経営を悪い方向に持っていきかねない計画が、親会社である JR 東日本によって進められているんだ。え？親会社なのに？東京モノレール羽田空港線はもしかしたら廃線になるかもしれないと言われているんだよ。JR 東日本の計画というのは、羽田空港アクセス線だ。東京、上野、渋谷、新宿、新木場などの駅から羽田空港への直通列車を通す構想だぞ。東京モノレールや京急に加えて、JR 東日本も羽田に乗り入れようとしているのね。この羽田空港アクセス線に関連する4つの経路を紹介しよう。まずは、アクセス新線。これは、羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの間に、JR 東日本の駅を新たに設けて、品川区の八潮にある JR 貨物の東京貨物ターミナル駅付近まで、およそ5キロの新線を建設するというものだ。何はともあれ、羽田空港の駅とそこへ行く線路がなければ話が始まらないもんね。続いて、東山手ルート。これは東京貨物ターミナル駅から現在休止中の貨物列車用の線路を活用しつつ、田町駅付近で東海道線に合流するルートだ。それは東京駅から羽田へのアクセスが随分楽になるね。羽田から東京まで現在およそ30分かかっているのが、およそ18分で行けるようになり、さらに宇都宮線や常磐線に直通する計画もある。直通運転の恩恵を受ける範囲が広そうだね。それから、西山手ルート。東京貨物ターミナル駅から臨海線の大井町駅付近までの線路を建設して、埼京線、山手貨物線への直通運転を行うルートだ。羽田から新宿までが現状のおよそ40分からおよそ23分に短縮されるぞ。成田エクスプレスみたいに中央線に乗り入れることもできそうだね。そして、臨海部ルート。これは東京貨物ターミナル駅から近くにある臨海線の車庫の線路を活用して、臨海線に合流して新木場方面へ行くというルートだ。羽田から新木場までが現状のおよそ40分からおよそ20分に短縮されるぞ。新木場駅から京葉線に直通する構想もあるぞ。3つもルートを作ろうなんて、なかなか壮大な計画なんだね。羽田空港アクセス線として計画されている東山手、西山手、臨海部の各ルートの中で、現在工事が進められていて、最も実現に近いのは東山手ルートなんだ。2031年度の開業を目指しているぞ。東京方面から羽田へ直行できる東山手ルートが実現すると、これまで東海道線で品川まで行き、そこから京急に乗り換えて羽田に行っていた人が、直接羽田に行けるようになるね。でも、浜松町から東京モノレールに乗り換えていた人も、
JR 東日本がさらっていってしまうかもしれないね。そうなんだよ。東京モノレールの経営に影響がないとはとても思えないんだ。羽田空港アクセス線と東京モノレールが競合しそうなことに関して、それぞれの会社は何と言っているの？ JR 東日本はもちろん東京モノレールにとって少なからず影響はあるかもしれない。しかし東京モノレールには踏切がなく風にも強いという利点があり、JR の運転見合わせ時などの代替輸送手段になると話しているぞ。広範囲で直通運転を行う JR よりも東京モノレールの方が、他の路線との直通運転をしていないから、そういう意味でも安定性は高そうだよね。それから、羽田空港アクセス線には途中駅が設けられる予定はないんだ。つまり、東山手ルートで羽田に行く列車は、新橋駅を出たら、次の停車駅はもう羽田空港だ。一方で、東京モノレールには途中にいくつも駅があるだろ？それらの駅に用があって、東京モノレールを利用している人は、羽田空港アクセス線の開業後も、引き続き東京モノレールを利用するはずだよね。東京モノレールの方は特に何か対策を取っていく計画はない。引き続き沿線の都心へのアクセスを担う交通機関として当社の果たす役割に沿っていくと話している。少なくとも羽田空港アクセス線の開業後は廃止もやむなしという発想はなさそうだね。しかしいくら廃止にするつもりはないとか、 JR と東京モノレールは住み分けできるとか言われても、東京モノレールの利用者が減少することは避けられないだろう。JR 東日本も影響があるかもしれないとは認めていたわね。それに、さっきの話題の繰り返しになるけど、コロナで落ち込んだ東京モノレールの経営は、2022年度は黒字になっているものの、2019年度以前の利益には及んでいない。羽田空港アクセス線にお客を取られたら、再び赤字になったって不思議ではないよね。だから、羽田空港アクセス線の開業後に東京モノレールは廃線になるのでは？という話題が、ちょくちょく持ち上がってくるんだよ。まあ、無理もないわよね。有名なところだと、グラサン姿が板についている司会者が全国各地をぶらっと巡るテレビ番組で、グラサンの人が JR 東日本の担当者に、モノレールの立場はどうなるんですか？と質問しているんだ。有名人も気になっちゃうよね。ところでその JR 東日本の人は何と答えたの？モノレールは途中にいろいろ駅があるので、その点では役割を果たすと考えている、という内容の発言をしていたぞ。とにかく JR 東日本と東京モノレールは競合するばかりではなく、補完する相手でもあるという位置づけなんだね。こういうわけだから東京モノレールが廃線になる可能性というのは、実のところそんなに高くはないと考えられるんだ。だけど東京モノレールの近年の経営状況とか、開業から60年近く経って設備が老朽化している可能性が十分あることとかを考慮に入れると、廃線は絶対にありえないとも言い切れないんだ。東京都のそれも23区内を走る路線が、廃線の可能性が噂される時点でそもそも普通のことじゃないよね。一体どうなってしまうのかな。ここまで東京モノレールが2019年度までは順調に経営できていたとか、コロナや京急空港線の値下げでダメージを受けたとか、そんな話題が出てきたけど、そもそも東京モノレールってどんな歴史を歩んできたのかな。よし、それじゃあここからは東京モノレールの歴史を簡単に解説しよう。東京モノレールは1964年の秋に開催される東京オリンピックを見据えて、羽田空港を利用する人たちのアクセス改善を目的として建設されたんだ。当初は途中駅が全くなかったんだよ。最初は羽田空港へのアクセスのためだけに開業したんだね。計画時点では新橋駅が起点となっていたのだけど、用地確保のめどが立たずに浜松町駅が起点に改められた。建設費の高騰といった問題も抱えつつも、1964年9月17日に開業したんだ。本格的な規模の公共交通機関の中では、日本初のモノレールだったぞ。10月10日の東京オリンピックの開会式には間に合ったわね。ところで、当時の国電の初乗り運賃は20円だった。今の言葉で言えば、山手線などの都心の JR 線の初乗り運賃が20円という時代に、東京モノレールの運賃は片道250円、往復450円というものだったんだ。今の値段で言えば、往復3000円くらいってこと？それはかなりの高額運賃だね。それに東京オリンピックが終わってしまえば、当時の日本では、飛行機を利用した移動は一般的ではなかった。東京モノレールの利用者が1日あたり2000人程度しかいない時期もあったんだ。商売上がったりじゃないの。そこで大井競馬場前駅や羽田整備場駅といった途中駅を設けたり、
1966年には運賃を4割も引き下げたりしたんだ。そんなに値下げできるなら最初からもうちょっと安くしておけばよかったのに。だがそれでも利用者は十分には増えなくて、東京モノレールの経営に参画していた名古屋鉄道は撤退してしまった。主要な出資者であった日立製作所も車両の製造費とかを回収できず窮地に陥るんだ。東京モノレールの経営に名鉄が参画していたなんて意外すぎるわ。そこで日立グループが新たに出資を行い、東京モノレールと日立のグループ会社2社が合併して、日立運輸東京モノレール株式会社が1967年に発足したんだ。この時期は日立製作所の子会社だったんだね。1967年以降、空港利用客が増えていき、東京モノレールの利用者も増えていった。この時期は羽田空港にアクセスしている鉄道が東京モノレールだけだったから、アクセス路線としての地位を不動のものにしていくんだ。春の時代が来たねー。経営がすっかり安定したので、1981年には日立運輸東京モノレール株式会社から東京モノレール株式会社が分離独立した。モノレール開業時の会社とは名前こそ同じだけれども、法人としては別物、つまり2代目の東京モノレールということになるんだ。現存する東京モノレールという会社が誕生したのはこの時なんだね。しかし東京モノレールに強力なライバルが出現するんだ。すでに何度か話題に登場している京急空港線だね。東京モノレールだけでは羽田空港の増大する需要に対応できないと判断されて、京急空港線が羽田空港に乗り入れることになったんだ。1998年11月18日に羽田空港ターミナルビルへの乗り入れを開始したぞ。まあ、利用者にとっては大変便利で良いことだよね。京急の羽田空港乗り入れによって、京急の駅や京急と相互直通運転を行っている都営浅草線や京成電鉄の駅から、乗り換えなしで羽田空港へ行けるようになってしまったんだ。東京モノレールは独占の時代から競争の時代に入ったわね。そう、1997年には年間6500万人だった東京モノレールの輸送人員は、京急が羽田空港に乗り入れてからは3割も減ってしまったんだ。東京モノレールはやられっぱなしだったの？いや、京急へ対抗するために増発を試みたんだ。ところが増発するためには線路が1本しかないモノレール浜松町駅の改築が急務となった。しかし駅の改築には大規模な投資が必要で、東京モノレールや日立グループは投資をためらっていたんだ。無理もないわね。ここで羽田空港へのアクセス事業に参入したがっていた JR 東日本の登場だ。2001年に JR 東日本は東京モノレールの株式を 70% 取得し、子会社化したんだ。親会社が日立から変わったことで何かが変わったの？ JR 東日本は JR 線からモノレールに直接乗り換えられる改札口を設けたり、それまで浜松町駅に停車していなかった京浜東北線の日中の快速を停車させたりしたんだ。まさに JR 東日本だからこそできる改善策だね。山手線の駅から羽田空港までが割安になる乗車券を発売したり、2001年にサービスを開始したばかりの IC 乗車券のスイカも、2002年には早々に利用できるようにしたりもしたんだ。ものすごく JR 東日本の子会社である恩恵を受けていたのね。その後もサービス改善や合理化が進められたぜ。2002年にホームドアを全駅に設置してワンマン運転を開始し、2004年には快速の運転を終日に拡大したぞ。2007年には昭和島駅に待避線が整備されて、速達の列車が普通列車を追い越せるようになり、さらに空港へのアクセス路線としての競争力が強化されたんだ。2000年代はイケイケだったんだね。ただし結局、浜松町駅の線路は一本のまま今に至っているんだよな。あれ？そしてイケイケの状態もいつまでもは続かなかった。2019年10月には、ライバルの京急空港線に設定されている加算運賃が、120円も値下げされたんだ。うん？加算運賃って何？加算運賃っていうのは、新たに開業した路線に設定されることが多いんだけど、他の路線よりも割増された運賃を取って、それを路線の建設費の回収に充てるというものなんだ。なるほど、運営開始から時間が経ったから、その割増運賃が大幅に下げられたんだね。これで京急の運賃がかなり安くなった。2023年8月現在の運賃は、モノレール浜松町、羽田空港第2ターミナル間が紙の切符で500円なのに対して、京急の品川、羽田空港第1、第2ターミナル間が300円なんだ。浜松町から品川まで JR で移動してから、京急を利用した場合ですら、合計で470円なんだよ。それは、東京モノレールは運賃面でかなり苦境に立たされてしまったわね。しかも東京モノレールは2024年3月に25年ぶりの運賃改定を予定しているぞ。運賃がおよそ10から 11% 上昇するとのことだ。京急との差がさらに開いちゃうの？
そして運賃異常に苦境の要因となったのが、2020年の新型コロナウイルス感染拡大だ。この年に過去の利益が全て吹き飛ぶ赤字を計上したのは、すでに説明した通りだ。その後は経営が持ち直してきているものの、将来 JR 東日本の羽田空港アクセス線が開業すれば、また何かしらの影響はあるだろう。経営難の時代から独占の時代、競争の時代、そして先の読めない時代に入ったのね。波乱万丈の歴史だわ。そうだな。だけどこれまでのピンチもどうにか乗り切ってきたのが東京モノレールだ。東京モノレールでなければ担えない役割を果たすことで、羽田空港アクセス線の開業という逆境も乗り越えていけると思うんだ。東京モノレールの近未来の歴史が、2030X 年東京モノレール羽田空港線廃止ではないことを願うばかりだね。まずは姫路市営モノレールがどういった経緯で建設されたのか解説していくぜ。姫路市営モノレールってどういう路線だったのかな？姫路市営モノレールは1966年に開業した姫路駅と、手柄山中高公園にあった手柄山駅を結ぶ、全長 1.6 キロの路線だったんだ。途中に大将軍駅という途中駅もあったんだよ。そんな姫路市営モノレールの建設構想が上がったのは、戦後復興間もない時期のことだぜ。そんな昔から建設構想が出てたんだね。当時の姫路市は戦後から復興して街中を走る車が増えつつあり、慢性的な混雑に悩まされていたんだ。そこで混雑の緩和と市の勢い拡大を目指して、市南部にある工業地帯と市北部の住宅地域を結ぶ、新たな交通手段の建設構想が上がったぜ。しかし当時の姫路市は地下鉄を建設するほどの人口規模ではなく、路面電車や路線バスではさらに混雑状況の悪化を招く心配もあったから、なかなか次のステップに進まなかったぜ。それでどうしてモノレールになったのかな？当時の姫路市長が海外視察でアメリカに行った際に、ディズニーランドのモノレールに乗車して、モノレールの快適さに惹かれたんだ。そして高架の上を走るモノレールは、姫路市の交通事情にぴったりということで、モノレールで建設していく方針になったんだぜ。そういう経緯があったんだね。また当時姫路市では姫路城の大修理終了を記念した。姫路大博覧会の開催も迫っていたんだ。この博覧会は手柄山の会場を中心に開催されたんだけど、姫路駅から手柄山の会場までは少し距離が離れているから、会場までのアクセスも課題として上がっていたんだぜ。まだモノレールの建設は始まってなかったのかな？構想としては固まっていたけど、まだ建設開始にまでは至ってなかったぜ。そこで会場までのアクセス路線として、姫路駅から手柄山の会場までの区間を、先行して建設することになったんだ。それが姫路市営モノレールとして実際に営業してた部分っていうこと？そういうことだぜ。姫路大博覧会開幕までには営業を始められるよう、用地の買収や駅軌道の建設が進められていったんだ。だけど姫路市営モノレールは開業前から様々な問題が発生したんだよ。姫路大博覧会に向けて建設が始まった姫路市営モノレールなんだけど、建設開始直後から問題が発生したぜ。何が起きたのかな？用地買収がうまく進まなかったんだ。国鉄の姫路駅のすぐ近くに、姫路市営モノレールの新駅を建設する予定だったんだけど、立ち退きの交渉が進まず、最終的には予定していた場所から離れた場所に、仮駅として姫路市営モノレールの姫路駅を建設することになったぜ。他にも自然災害の影響で工期が伸びた結果、姫路大博覧会が始まる4月6日には間に合わず、約1ヶ月以上遅れて5月17日に開業したんだ。姫路大博覧会の開幕までに建設が間に合わなかったんだね。博覧会の開催期間が残り3週間での開業になったけど、博覧会へのアクセスに使われたのかな？当時まだまだ関西にはモノレールがなかったから、物珍しさでたくさんの人が会場へのアクセスで利用したぜ。開業初年度こそ約40万人の利用者がいたんだけど、開業初年度がピークになってしまったんだ。翌年の1967年は年間約33万人。1968年には年間約24万人と、年々利用者が減少していったんだ。そんな状況で経営的に問題はなかったのかな？もちろん問題だらけだったぜ。100円の営業収入を稼ぐためにどれだけの費用がかかるか示す営業係数は初年度こそ195だったけど、1967年以降は400前後で推移していったんだ。営業係数が100より小さければ黒字で、100よりも大きければ大きいほど赤字なんだぜ。営業係数が400で推移してたってことはかなりの赤字額だったんだね。毎年姫路市の予算から1億円のお金が投入されていて、市のお荷物と呼ばれていたこともあったんだ。その後も運転が続けられるものの一向に利用者は増えず、累積の赤字額は増えていく一方だったぜ。そしてモノレール推進派の姫路市長が選挙で敗れ、
モノレール反対派の候補が新市長になったことで、1974年に姫路市営モノレールの運転休止が決まったんだ。さらに5年後の1975年には姫路市営モノレールの正式な廃止が決定したぜ。営業状況を考えると運転休止からの廃止は仕方がないね。廃止後の姫路市営モノレールはどうなったのかな？廃止後しばらくはほとんどそのまま放置されていたんだ。一部に関しては歩道化を行う計画もあったけど実現はしなかったぜ。だけど事故が起こってしまったことで少しずつ撤去が始まったんだよ。事故？どんな事故が起こったのかな？手柄山駅近くで車両に電気を供給するための電線が落下するという事故が起こったんだ。この事故を受けて落下の危険性が高い場所や、他の事業が絡む場所などを中心に、順次軌道の桁などの撤去が始まっていったぜ。だけど橋脚などすべて撤去するには莫大な費用がかかることから、一部に関しては今でもそのまま残されているぜ。姫路駅から手柄山までのエリアに行けば今でも橋脚とかが見れるんだね。ツタが生い茂っていて古代ローマの水道橋みたいな雰囲気になっているぜ。あと手柄山駅のあった手柄山公園にある手柄山交流ステーション内には、姫路市営モノレールで使用されていた車両などを展示する。モノレール展示室があるんだ。姫路市営モノレールの歴史だけではなく、日本のモノレールの歴史なども、詳しくまとめられていて勉強になるから、姫路に行った際に寄ってみてもいいかもしれないぜ。姫路市営モノレールが大失敗に終わった理由一つ目は路線が短すぎたことが挙げられるぜ。確か姫路市営モノレールは姫路駅から手柄山駅までの 1.6 キロの路線だったよね。一般的に不動産業界では 0.8 キロから 1.2 キロ程度の距離が徒歩圏内と言われていて、1.6 キロという距離は時間は20分程度かかるけど、歩いて姫路駅へ行けない距離ではないんだ。そして自転車だと8分前後で姫路駅まで行ける距離でもあるぜ。しかも手柄山駅は手柄山の上にあって、駅まで行くのに坂を登らないといけないんだよ。そう聞くと手柄山駅周辺に住んでいる人は、わざわざ姫路市営モノレールを使って、姫路駅まで行く人は少なそうだね。さらに途中駅の大将軍駅に関しては姫路駅から約 0.5 キロの場所にあって、徒歩7分という完全に姫路駅から徒歩圏内の場所に駅があったんだ。大将軍駅は大きなアパートの3階と4階部分に軌道とホームが設置されるという構造で、アパートの住人による利用が期待されたものの、全く利用されなかったことから、姫路市営モノレール開業からたったの2年で営業休止になってしまったぜ。そうなると沿線に住んでる人が、姫路駅に行く時の需要はあまり見込めないよね。その通りで姫路市営モノレールの利用者の多くは、姫路大博覧会後に手柄山に整備された、手柄山中央公園の利用者という感じになったんだ。だから利用者は増えることなく減る一方だったんだぜ。もし構想通り南の工業地域や、北の住宅が多い地域まで路線が伸びていたら需要は期待できたのかな？姫路市内を南北に貫く鉄道はないからある程度の需要は見込めたと思うぜ。ただ姫路市営モノレールが大失敗してしまった理由は路線が短かっただけではなく、他にも様々な要因が重なってしまったことが大きいから一概には言えないけどな。姫路市営モノレールが大失敗した理由二つ目には、運賃が高すぎたことが挙げられるぜ。姫路駅から終点の手柄山駅まで運賃は100円だったんだ。え？普通にお手頃価格じゃない。当時は1966年だから。今とは全く物価が違うんだぜ。じゃあ今のお金の価値に換算するといくらになるのかな？今のお金の価値に換算すると約800円になるぜ。1.6 キロで800円か。今800円あれば JR 西日本だと約30キロ先の駅まで乗車できるんだ。あと手柄山の東側には山陽電鉄本線の手柄駅があるんだけど、姫路市営モノレールと同じように姫路駅まで繋がっていて当時の運賃が20円だったぜ。そう聞くと姫路市営モノレールの運賃が100円だったのすごく高く感じるね。開業初年度の1966年の大卒初任給2万1600円で、牛乳1本20円かけそば1杯50円という物価だったことを考えると約 1.6 キロの路線で運賃100円は、かなり高い設定だったと言えるよ。そしてさっきも話したけど手柄山駅周辺は姫路駅までギリギリ徒歩圏内で、自転車使えば10分もかからずに姫路駅まで行けることを考えると、周辺に住む人たちが姫路市営モノレールをわざわざ使わないのも納得いくぜ。もはや誰が使うんだって感じよね。姫路市営モノレールが大失敗した理由三つ目として、短すぎる営業時間も挙げられるぜ。なんと姫路市営モノレールは9時から18時までの運行だったんだ。え、9時から18時までしか運転していなかったの？始発が9時以降って朝の通勤通学のラッシュが、一段落する時間以降に走り出すってことだよね。
しかも仕事が終わって、居酒屋とかで飲んでから帰ってくるともう終電は終わってるんだぜ。だから姫路市営モノレールは、いかに昼間の時間帯に利用してもらうかがとても重要だったんだ。だけど路線自体が短く周辺はほとんど住宅街で、手柄山駅からアクセスしやすい場所に、大きな商業施設がなかったことから、基本的に手柄山中央公園利用者が使っていた路線といっても、過言ではなかったんだぜ。通勤通学の需要が期待できる時間に列車が走らないのはかなり痛いわね。通勤通学の需要がありそうな時間帯にも運行していたら利用者も増えてたのかな？利用者は多少増えてたかもしれないけど、焼け石に水程度だったと思うぜ。1時間あたりの運転本数が3本で、さっきも言った通り運賃が100円と割高だったからな。路線としての利便性が向上して運賃が安くならない限り、通勤通学の時間帯も営業したとしても利用者は増えなかったと思うよ。特に学生が通学で利用できる運賃ではなかったものね。姫路市営モノレールが大失敗してしまった理由として、ロッキード式を採用してしまったのもあるぜ。ロッキード式って？ロッキード式はアメリカの航空機メーカーのロッキードが開発したモノレールの方式だよ。専用軌道をまたがって走行する小座式と一緒だけど、ゴムタイヤではなく鋼製の車輪で走行するのがロッキード式モノレールの特徴だぜ。日本国内では日本ロッキードモノレール社という会社が、実用化して車両の製造などを行っていたよ。一般的にモノレールはゴムタイヤで走るのが普通なんだけど、ロッキード式は鉄の車輪を使って走行するのが特徴なんだ。姫路市営モノレールでは珍しい方式が取り入れられたっていうことなんだね。ロッキード式のメリットは設計上時速160キロでの運転が可能なことが挙げられるぜ。車輪が小さくて済むため車高を低くでき高速走行をしても安定性が高かったんだ。そもそも 1.6 キロしかない路線なんだから速度は重視する必要ないと思うけど、だけどロッキード式は急勾配に弱く騒音が発生してしまうのがデメリットだったんだよ。モノレールは急勾配に強いことが特徴なのに、ロッキード式のモノレールは急勾配に弱いんだね。でもなんで姫路市営モノレールはロッキード式を採用したのかな？ゴムタイヤを使って走行する他の方式とは異なり、ロッキード式に使われる鋼製車輪は耐久性が高く、維持管理が楽だと言われていたからだぜ。しかし実際はそんなうまくいかなかったんだ。ロッキード式を開発したロッキード社がモノレール開発から撤退してしまったんだ。雲行きが一気に怪しくなったね。さらに当時の運輸省からの通達もあり、日本国内での小座式モノレールの統一規格が新たに登場したことも重なって、車両などの製造だけではなく、部品供給などもしていた日本ロッキードモノレール社が、1970年に解散してしまったぜ。会社が解散したら部品が供給されなくなってしまうよね。日本ロッキードモノレール社が解散してしまったことによって、以降は自分たちで部品の調達をする必要が生じて、維持管理にかかる費用が増えたんだ。ただでさえ利用者が少なく運賃収入の少ない姫路市営モノレールにとって、維持管理費の増大はとても死活問題なんだぜ。ただでさえ利用者が少ないのに維持管理にお金がかかるって負の連鎖じゃない。利便性の低さや運賃の高さから利用者が少なく、運転休止まで時間の問題だったかもしれないけど、ロッキード方式という珍しい方式を採用してしまったから、維持管理費が高くなるだけではなく、部品の調達が難しくなったことによって、姫路市営モノレールの運転休止に追い打ちをかけてしまったと言えるぜ。ここまで聞くと本当に積んでたって感じがすごくわかったわ。運賃が高く運転も限られた時間のみと、利便性の低さから利用者がなかなか増えず、廃止になってしまった姫路市営モノレールだけど、そんな姫路市営モノレールには、壮大な延伸計画があったんだぜ。延伸したら需要は少し増えそうだものね。姫路駅から手柄山駅間の開通で実績を作ったら、まずは姫路市南部の工業地帯と北部の住宅地域を結ぶという、もともと構想に上がっていた路線を作ろうとしていたんだ。そして市内中心部を環状運転を行う環状線も作ろうとしていたんだぜ。そこまで延伸されると利便性が上がると思うけど需要はあったのかな？たった 1.6 キロの路線よりは需要は期待できたと思うよ。ただ黒字にできるほどの需要があったかは正直微妙だぜ。壮大な延伸計画はこれだけではとどまらず、最終的には鳥取まで路線を延伸する構想もあったんだ。鳥取までモノレールを延伸する構想は無謀すぎじゃない？確かにモノレールで鳥取まで路線を伸ばすのはかなり無謀な構想だと言えるな。もしモノレールで鳥取まで延伸していたとしても、モノレールの乗り心地を考えると、長距離利用する利用者はほとんどいなかったと思うぜ。ここまでの姫路市営モノレールの話を聞いてると、現実的な需要とかをしっかりと見通せなかったのも、姫路市営モノレールが8年という短い期間で運転休止になった理由でもあると言えるよね。
確かに建設する前に、姫路大博覧会終了後の需要について現実的な見通しを立てて計画をし、路線を建設していれば8年で運転休止することもなかったかもしれないぜ。まず、モノレールが建設される前に、向ヶ丘遊園という遊園地ができたんだけど、向ヶ丘遊園がどのようなものだったか、紹介していくぜ。うん、めっちゃ気になる。向ヶ丘遊園は、1927年4月に、小田急小田原線の全線開通とともに、小田急系の遊園地として開園した遊園地で、東洋一と呼ばれたバラ園や、大観覧車、ジェットコースターなどが建設され、遊園地として発展していったんだ。なるほど。でも、開園した1927年って、今から100年近く前のことになるけど、その頃からモノレールがあったの？いや、そういうわけではないんだ。向ヶ丘遊園が開園して2ヶ月後、つまり小田急小田原線が全線開業してから2ヶ月後の1927年6月に、現在の向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園まで、ガソリンで動く小型機関車が運転されるようになったんだぜ。じゃあ、向ヶ丘遊園まで線路が敷かれていたの？そういうことだぜ。この線路は小田急小田原線と繋がっていたわけではなく、駅前から向ヶ丘遊園までの1キロの間を路面電車のように結んでいて、当時は豆汽車なんて呼ばれていたんだ。かわいい名前だね。そんな豆汽車だけど、太平洋戦争に突入すると鉄不足などを理由に撤去されてしまうんだ。しかし戦後の1950年に復活すると、今度は小型の蓄電池機関車が運行され、豆汽車に代わって豆電車と呼ばれて愛されるようになったんだぜ。そうだったんだね。モノレールがあったことすら驚きなのに、その前に豆汽車や豆電車などが存在していたなんて予想外だったわ。でもそんな豆電車も沿線の開発や道路の拡張工事によって1965年に廃止となってしまったんだ。戦争といい、沿線の開発といい、時代の波には逆らえなかったのね。1965年に惜しまれながら廃止になった豆電車の代替路線として生まれたのが、今回紹介する小田急向ヶ丘遊園モノレール線なんだ。そうか、地上を走る鉄道じゃなくて空中を走るモノレールなら、沿線の開発や道路の拡張工事などにも左右されないってことね。そういうことだぜ。豆電車が廃止された翌年の1966年4月23日、向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園正門駅までの 1.1 キロが開業したんだ。いよいよモノレールの歴史が始まったのね。モノレールのルートは向ヶ丘遊園駅の南口から府中街道方面に進み、川沿いの遊歩道に並行するように取られていたんだぜ。道路や川沿いだったら建設する際に沿線住民からも理解を得やすいものね。さらに運賃が小田急の他路線とは別体系で、片道100円、往復160円と、並行する路線バスの片道200円よりも安かったんだ。だから向ヶ丘遊園の利用者だけでなく、駅周辺に住む住民の利用もあったんだぜ。もしかして向ヶ丘遊園周辺の通勤需要も担っていたのかしら？いや、あくまでもメインは向ヶ丘遊園利用者のための交通機関だったから、始発は朝9時で最終は18時頃と9時間しか運行しておらず、1編成が終日往復するだけで、その運転間隔は10から15分だったんだ。さすがにラッシュ時間帯は運転していなかったんだね。それでもモノレールは多くの人から好評で利用客に恵まれてはいたんだ。例えば向ヶ丘遊園でウルトラマンショーが開催されるとなると、車両前後に巨大なウルトラマンのマスクを取り付けるなどして話題になったんだ。そんなこともあってか、夏休み期間などで利用客が多い時は8分間隔で運行されることもあったみたいだぜ。子供たちからするとモノレールという乗り物に乗れるだけでワクワクするもんね。でもそんなに人気だったモノレールがどうして廃止されてしまったの？確かにそう思うよな。もちろんちゃんとした理由があるんだぜ。まずはレジャーの多様化などによって、向ヶ丘遊園の来園者が減少していき、来園者をターゲットにしていたモノレールも乗客が減少していったんだ。2002年には来園者の減少が続いた向ヶ丘遊園が閉園してしまうんだけど、実はモノレールはその2年前の2000年から運行を休止しており、2001年には正式に廃止されていたんだぜ。向ヶ丘遊園が閉園する前にモノレールは廃止されてしまったのね。モノレールが廃止になってしまったのには、向ヶ丘遊園が来園者数の減少によって閉園してしまったというのが一番の理由だと思うんだけど、実はもう一つ大きな理由があったんだ。どんな理由かしら？それはとても特殊な構造のモノレール方式を採用していたからなんだぜ。特殊なモノレール方式？それについて次は紹介していくぜ。小田急向ヶ丘遊園モノレール線が採用したのはロッキード式モノレールというモノレール方式なんだけど、この路線は日本ロッキードモノレール社が主導した
ロッキード式モノレールを世界で初めて採用したんだ。世界で初めての方式を採用したなんてめっちゃすごい路線じゃん。ただ、これこそが不運の始まりだったのかもしれないんだ。というのも、この方式を採用したのは世界中で日本だけであり、しかもこの路線と姫路市営モノレールの2路線しか採用しなかったんだ。日本だけ、しかも2路線ってかなり少ないわね。ところで、そもそもロッキード式モノレールって、どういう方式のモノレールなのかしら？ロッキード式はアメリカの航空機メーカーであるロッキード社が開発した方式で、コンクリート製の軌道の上に鉄のレールを敷き、その上を鉄の車輪を使って走行するというものなんだ。鉄製の車輪のため、小さな車輪でも車両の重量を負担することができ、室内の床は平面で済むといった利点があるんだぜ。この方式が特殊ってことは、他のモノレールはどういう方式なの？それじゃあ、他の方式も見ていくぜ。まず、モノレールは、小座式と懸垂式の2つに大別できるんだ。小座式とは、車両の下にレールがあり、そのレールに車両がまたがっている方式のモノレールのことだぜ。だから、またがり式とも呼ばれていたりもするんだ。日本国内では、東京モノレールや大阪モノレール、さらには沖縄都市モノレールなどで採用されているんだぜ。おお、知っているモノレールばっかりだ。小座式モノレールの特徴としては、軌道桁の上にある走行路を走行輪が接して、車両重量を支えて車両を走行させ、軌道桁の左右に接する案内輪と安定輪で車両を案内するという方法をとっているんだけど、この方法では車両の床下と軌道桁上部の間に車輪があり、さらにその下に案内輪と安定輪が存在するため、車両の高さが通常の鉄道車両よりはるかに大きくなるという欠点があるんだ。難しすぎる。要は、小座式モノレールは、レールにまたがって走行するときに、レールと車体の間に車輪があって、その下にレールを挟み込む形でもう一つ車輪がついているから、その高さの分だけ車両が大きくなるってことだ。そういうことか。日本では日立製作所によって、ドイツから導入された、コンクリート製の軌道上をゴムタイヤで走行する、アルベーグ式と呼ばれるものだったり、アルベーグ式を元に規格を統一した、日本小座式と呼ばれる方式が主流だぜ。でも、小田急向ヶ丘遊園モノレール線も、またがるタイプのモノレールじゃなかったっけ？霊夢の言う通りだぜ。小田急向ヶ丘遊園モノレール線が採用した、ロッキード式モノレールも、小座式モノレールのうちの一つなんだけど、ゴム製のタイヤを使用することが多い他の方式とは違って、鉄製のタイヤを使用しているんだ。ああ、だから特殊って言われているのか。ちなみに、もう一つのモノレールの方式である懸垂式は、車両を吊るように上にレールがあるんだ。つまり、レールに車両がぶら下がっている形態のモノレールなんだぜ。それも見たことあるわ。懸垂式の特徴としては、車輪と軌道が車体の上にあり、車体が屋根の上を支点に振り子のように揺れるから、車両の重心が軌道よりもだいぶ下に来て最も安定した方式なんだ。そのため、カーブでは遠心力による重心の移動に合わせて、自動的に車体が傾く自然振り子式となり、速度制限が厳しくないという利点があるほか、積雪にも強いという利点もあるんだ。雪に強いモノレールもあるのね。ただ、唯一の弱点としては、車体がレールにぶら下がっているだけだから、風による横揺れが多いということが挙げられるんだ。ぶら下がってるだけってなると、高所恐怖症の人からしたらちょっと怖いよね。ところで、日本だと懸垂式モノレールは、どこを走っているの？日本国内に現存する懸垂式モノレールとして有名なのは、湘南モノレールや千葉都市モノレールが挙げられるな。どっちも聞いたことあるかも。神奈川県を走る湘南モノレールは、よく映画やドラマにも登場するし、テレビでもジェットコースター気分のモノレールと紹介されたりもするから、知っている人は多いかもしれないぜ。ジェットコースターみたいなモノレールなんて乗ってみたいな。そしてもう一つ、広島県を走るスカイレールもあるんだけど、こちらはなんと2023年末で営業を終了してしまうんだ。そうなんだ。スカイレールはモノレールとロープウェイを混ぜたような乗り物で、駅間はワイヤーロープ、駅構内はリニアモーターで運転するなど、構造的にもとても面白いものなんだぜ。そんなものがなくなってしまうなんて。そして、現在休止中になっている日本で最初のモノレールでもある、上野動物園にあるモノレールも懸垂式モノレールだな。そうだったんだね。さて、話をロッキード式モノレールに戻すぜ。日本ではロッキード社からモノレール技術を導入するために、川崎航空機工業や川崎車両などが出資して日本ロッキードモノレール社が、1961年5月に設立されたんだ。当初は時速160キロでの高速営業運転が可能であることや、乗り心地が快適ということを理由に多くの路線で導入しようとしていたんだぜ。時速160キロってめっちゃ速いじゃん。そんな高速性能を活かして姫路から鳥取までの間を、ロッキード式モノレールでつなぐという計画もあったんだぜ。
姫路から鳥取って完全に都市間輸送じゃない。さて、日本ロッキードモノレール社に出資していた、川崎航空機工業が、岐阜工場敷地内での実験用に試作した車両を小田急が購入したものが、小田急向ヶ丘遊園モノレール線を走った500系なんだ。これからロッキード式モノレールが日本全国で活躍する先駆けとして、向ヶ丘遊園モノレール線にロッキード式モノレールが導入されたんだね。また、小田急向ヶ丘遊園モノレール線が開業した1966年には、兵庫県姫路市に全長 1.6 キロのモノレール線が開業しているんだ。姫路市にもロッキード式モノレールが導入されたんだね。さっき紹介したロッキード式モノレールで姫路と鳥取を結ぶ計画は、この路線を延伸することで実現しようとしたんだぜ。ただ、ロッキード式モノレールはここからいい流れには進まなかったんだ。そうだったのね。世界で初めてロッキード式モノレールを採用した日本だったけど、軌道と車輪が鉄製であるため、騒音が激しかったり、メンテナンス自体も鉄道並みに複雑で、経年変化により揺れも激しくなるなど、デメリットが目立ってきてしまったんだ。これが、ロッキード式モノレールの欠陥ってことね。このようなデメリットが出てきた、ロッキード式モノレールは、日本以外での導入が思うように進まず、アメリカのロッキード社も、モノレール事業から早々に撤退してしまったんだぜ。日本が世界で初めて導入したものの、結果として失敗に終わってしまったんだね。1970年に日本ロッキードモノレール社が解散すると、その後は2路線とも自社で部品を製作するなど、苦労しながらも保守整備を続けていたんだ。しかし、1974年に姫路市のモノレール線が利用者減少により廃止となってしまい、それ以降は小田急向ヶ丘遊園モノレール線が日本で唯一のロッキード式モノレール路線として、営業を続けてきたんだ。日本ロッキードモノレール社が解散した上に姫路市モノレールも廃止されたから、営業は大変だっただろうね。そんな小田急向ヶ丘遊園モノレール線も重大な岐路に立ってしまうことになったんだ。一体何があったの？2000年2月から行われていた定期点検の際、台車に老朽化による致命的な亀裂が生じていることが判明してしまったんだ。台車に亀裂ってかなりまずいじゃない。亀裂が見つかったことで、5月12日までとしていた休止期間も無期限に延期、しかもロッキード式という希少性から、安全性確保のための大規模改修工事が技術的に可能であるかが未知数だったことに加え、仮に可能であっても莫大な費用がかかる上に、向ヶ丘遊園の来園者数も減少していたことで、輸送量も減少していたことから、モノレールの運行再開を断念し、廃止することを決めたんだ。台車の亀裂を直すにも、他にも使ってる会社がなかったら、全部小田急がやらなきゃいけないもんね。そして翌年の2001年2月1日に、小田急向ヶ丘遊園モノレール線は正式に廃止され、ロッキード式モノレールは日本から姿を消したんだ。日本というより世界からだね。でも、休止期間中から廃止以降も、向ヶ丘遊園へのアクセスはバスが担っていたの？大体輸送は、もともとあった路線バスが担うものとされて、廃止に伴う路線新設等は、特に実施されなかったんだ。また、台車に亀裂が見つかったことから、運転自体ができなかったために、さよなら運転は行われなかったものの、2001年3月に、向ヶ丘遊園正門駅で、モノレール車両のさよなら展示会が行われ、豆記者からの74年の歴史に幕を閉じたんだぜ。そうだったんだね。そして来園者数が減少し続けた向ヶ丘遊園も翌年2002年3月末をもって閉園し、75年の歴史に幕を閉じたんだ。どっちも残っていたらモノレールに乗って行ってみたかったな。2002年に惜しまれながら閉園した向ヶ丘遊園だけど、遊園地の閉園後は市民の要望を受けて川崎市が園内バラ園の管理を引き継ぎ、生田緑地バラ園として今も保全しているんだ。このバラ園は市民ボランティアが手入れなどを行っており、春と秋の開花時期には無料で一般公開を行っているんだぜ。おお、知らなかったな。また、2007年に小田急電鉄は、向ヶ丘遊園の跡地に集合住宅を中心とした850戸の住宅開発を発表していたものの、採算性の面から計画を白紙撤回しているんだ。それは残念ね。でも、悪いニュースばかりではなかったんだぜ。2008年12月に、向ヶ丘遊園の跡地の一部に、川崎市立藤子 F 不二雄ミュージアムの建設が決定し、2011年9月に開館したんだ。ドラえもんとかパーマンのミュージアムだよね。そうそう、藤子 F 不二雄さんが川崎市出身ということで建設されたんだ。それに合わせて、特別塗装の小田急線も走っていたりもしたんだぜ。そうだったんだね。しかし、それ以外の未開発の跡地内には、花の大階段をはじめ、大部分は遊具を撤去した状態で残っていたんだけど、2018年に開発構想が再浮上したんだ。
そうなんだ。小田急電鉄は2018年11月、向ヶ丘遊園の跡地利用について、自然体験エリア、商業施設エリア、温浴施設エリアの3地区を軸にした、再開発計画を発表したんだ。何それ、めっちゃ楽しそうな計画じゃん。当初は2023年度開業予定だったんだけど、新型コロナウイルスなどの影響から、小田急電鉄から具体的な進展の発表が、2023年になった今でもない現状ではあるんだけどね。そうだったんだね、でも楽しみだわ。ちなみに、モノレールは廃線になった後、どうなったの？レール、車両ともに全て撤去、解体されてしまい、今はほとんど見ることはできないんだ。それは残念だわ。ただ、高架橋の根元の部分などが少し残っていたり、向ヶ丘遊園駅前のモノレールの駅があった場所は駐輪場になっていて、当時の写真と見比べると面影が残っていたりして、廃線を巡ってみるのも面白いかもしれないぜ。今度行ってみようかしら。今回は残念すぎるモノレールたちを見てきたけど、どうだった？モノレール自体がだんだんと減っているけど、残っているモノレールには、まだまだ頑張ってほしいわね。視聴者の皆様も印象に残っていることがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。当チャンネルでは、鉄道に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめています。皆さんのチャンネル登録や高評価が励みになります。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。